はい、どうも皆さんこんにちは、繁盛です。さて今回なんですけども、何か違和感があるのわかりますか？皆さんわかるか、わかるか、みんな行くぞ。ででん。てなわけで、私、おやし宿を抜いてきました。今下向くのがやばいかな。おやし宿を抜いてきました。おやし宿って知ってるみんな。おやし宿。奥に歯茎あるじゃん。そこに歯があることなんだよね。多分。うん。ほんで、なんだろうね。うん。歯が生えることあるんだけど、僕は個体値が悪かったから3本生えてた。個体値がいい人は1本だったり0本だったり2本だったりっていう。で、僕はさらに個体値が悪いんで、普通の歯あるじゃないですか。親知らずって変なとこから歯茎が壊るよね。うん、歯茎が壊って生えてきて痛いなってなるんだよね。僕の場合はそうじゃない、このままなんだよね。わかるかな、このまま。だから痛いんだよね。うん、抜くときはね。どうやって抜くかというと、普通って歯が生えてるから、それをこうやって抜いてあげればいいんだよね。歯があってこれ抜いてあげる、簡単なことだよね。うん、簡単なこと。でも僕の場合は歯が生えてないの。歯が生えてなくて、ここに歯があるから、まずここを切らないといけないの。痛いね。めっちゃ痛い。例えばもう、簡単に言ったら腕あって、腕の中の骨を取り出す感じになっちゃうわけ。腕皮膚切って骨バンみたいな感じなんだよね。うん。だから、うん。痛いの。すっごい大手術だ。大手術ってほどでもないけど、結構歯抜くんだったら割と最上級レベルの、手術になっちゃうんだよね。うん。で、僕がこの手術を受けて思ったことは、僕ね、歯医者はないんですよ。うん。この前ね、視聴者の方に歯医者がいて、その人に紹介してもらった病院すっごく良かったの。すっごく良かったんだけど、この虫歯治療とかすっごい助かったの。もうすっごい助かって、実際の人が紹介してくれた人がいたんだけどね。そこに直してもらって虫歯全部なくなってすっごいハッピーだったんだけど、やっぱりこのメスを入れるから、この皮膚を切って歯を取り出すって作業は大学病院がいいよいうことになりましたね。うん、大学病院に行ってみました。大学病院の先生もやはり個体値がありますので、個体値の差があるよね。もちろんね、だって先生、例えば大学病院だったらもう本当に何十人といるわけじゃないですか。うん、でその中で当たりがあるかどうかね、そういうのってね、すっごくわかんない。もう運なんだよね。ベテランの先生にはできれば与えたいよねっていう。ベテランの先生だったら縫うのも楽だし、治りもね、腫れが引くのももしかしたら早くなったりするみたいなことをね、いろいろね、前日調べてました。手術のその日程を決めるときにも、僕の歯の状態がどんな感じかっていうのも先生に見てもらったんだけど、うん。まずね、その先生がすっごくかわいいの。うん、すっごくかわいい。まあ僕面食いなんですけど、まあ、結構女の子の顔面見る目あるんですけど、すっごくかわいくて、でもそれと同時にかわいいけど大丈夫かなっていう、うん、感じはあったんだよね。うん、で、まあ、僕の歯だから、その抜くのって親知らずってこう入ってたら生えてくるんだけど、僕の場合ちょっと曲がってるから皮膚に届かないんだけど、これ結構大変だねみたいなこと言われて、でよろしくねと、うん、言われて、まあ、前日はたくさん睡眠をとってきてくださいねとかね、いろいろね、言われて、はい、わかりましたと言って当日迎えました。前日は、まあ、僕こう見えてめちゃくちゃビビリなので、ビビリで陰キャラなので、前日この歯を抜くとどうなるのかっていうのをいっぱい調べたら、どんどん怖くなってね、全然寝れなくなっちゃってね。うん、全然寝れない状態でいたんですけども、まあそれはそれで大丈夫だったんですけども、まあそれはちゃんと聞いたんでよかったんです。はい、当日行きました。手術します、寝かされますね。先生怖いです、優しくしてくれますかって。分かりました、可愛い先生だな、いい先生だな、繁盛思いました。いざ手術、麻酔ね、意外と痛くない、最初の麻酔意外と痛くない、あ大丈夫だな、まああとやっぱ近い、あ
あ、そんとこ刺しちゃダメみたいな、うん、脇の手術でも思ったんだけど、麻酔って、あ、この自分のさ、痛みの耐える限界ってあるじゃないですか、ここら辺まで刺さってんな思うんです、麻酔って。僕の場合ね、これ、あー痛いな、でも耐えれる、超えてくるんです。大手術の場合は超えてきた、めっちゃ痛い、うん、こういくねーみたいな感じで、うん、超えてまうんです。はい、で、超えてしまって、うん、痛い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 みたいな、でももう大丈夫です、麻酔入れましたからみたいな感じになって、まあ、いざね、歯を取ろうとするわけなんですけど、まあ、こっからクレーマーですわ、私。はい、ちょっとね、あの、歯医者でプチンってしまいました。はい、プチン来てしまって、何があったかっていうと、10分15分ぐらいかな、経って、歯をね、ガリガリガリって、なんか、ドリルで、あーんってやるんですよ、ドリルで。で、麻酔はしてて、痛みは一応ないんだけど、その、歯を、骨を削るんだよ、まず、僕の場合。骨を削るからすっごい腫れたんだけど、骨を削るから、それがまず頭に響いてさ、怖いじゃん。もうドリルでガーって顎を削られてるわけじゃん。うん、でも顎短くなるわけじゃないんだって、うん、それも学会なんだけどさ、それで削られてさ、あ、俺怖いな怖いなってビビってるわけじゃん。で、いざさ、歯を多分グリ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 やってんだけど、もう一人のアシスタントがいてさ、可愛い子の先生の横に、その人はめっちゃベテランなんだと思う、雰囲気としては、うん、で、動きませんみたいな、女の先生が言うのが可愛いものなんですが、動きませんみたいな、そういうのってさ、患者から聞くとさ、すっごい不安になるよね。うん、動きませんみたいな、もうちょっと頑張ってみなみたいなこと言うんですよね。僕をマウスのように扱うんですよ。で、ガイガイガイって言って、やっぱ動きません、だからここをこうするんだよって言ったら、その女の先生何て言ったと思う、わからんって言ったんですよ。僕もね、あの、不安っていうのとちょっとニヤッとしちゃったんだね。わからんって言ったんですよ、女の先生が。そんなことありえるね、わからんって。でさ、なんか、歯を吸い込むやつあるじゃないですか。歯を、なんか、口の、歯を吸い込んだらダメだね。口の中にある水分吸うやつをその人が多分持ってるんだよね、あの女子の偉い人が。で、なんか電話が鳴ったんだよ、横で、その女子が。電話が鳴ったんだけど、それ普通、まあ、どうなんだろう。まあ、僕の場合出ないでほしいよね、手術受けてるよ。はい、はーいって出て、なんか、世間回りするんだよね、してるんだよね。そこでちょっと僕、イラ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 してて、なんかこの、ばあば殺すぞって本当に思ったんですけど、うん、で、はいはい、あー後でいけるいける、この手術終わったら全然いけるよみたいなこと言ってて、で、早く終わらせろよなみたいなこと思いながら、で、その先生電話切った後、口に吸うやつ僕のここに思いっきり当てたんですよ。完全集中切れてるやんっていう、ガンって当てて、あーごめん大丈夫大丈夫みたいな感じで半割れてて、大丈夫じゃんばあばって言って目開けてにらみつけてやったんだけど、うん、本当にふざけんなと思いましたね。はい、で、それでガンだって、このまま、ふざけんな、俺の美しい顔にできものができてな、ジュールさんかな、あのババアコラ、うん、っていう話はもうどうでもいいかないんだけど、そういう話ってあって、で、わからんわからんって言いながら、なんか先生動きませんみたいなことずっと言ってて、俺の歯からずっと遊ばれてて、で、ベテランの人に、じゃあ私に貸してみなさいって言って、やったらガコって言って、すぐ取れたね。最初からあいつやれよっていう話なんだよね。うん、いや、親知らずね、あの大学病院とかそういう大きい病院で抜くときはやっぱり個体差があるからっていう話でした。で、8月6日に抜いてきたんですけど、また19日に同じ病院の同じ先生抜いてもらうんでちょっと怖いんですけども、辛いのはね、うん、その期間だけだと思うんで、頑張って耐えていこうかなと思います。今も口の中ずっと血の味がしててね、あれなんですけど、口の中血の味がするのはもうしょうがないと思う。あの、このあのっていうか、にじんできちゃってると思うんだよね。うん、でも、あの、かさぶたできてるから全然問題はないよねって話で、で、当日は何も食えない。うん、で、今2日目なんだけど、ウィダーを飲んでる。ウィダーは吸うと良くない。吸うとその奥のできたかさぶたがなくなっちゃうと、すぐに骨まで直結しちゃうから良くないんだよね、こういっちゃうから。なんでウィダーは吸うんじゃなくて、握りつぶして飲むといいです。はい。で、親知らずって、絶対抜いた方がいいです。はい。あのね、今は何も問題ないですよって、お医者さんからね、言われてるかもしれないんだけど、僕個人の意見だけど、それがもしかしたらもう、何十歳、何十年後とかに、
歯がね、まだ生えてきたり、それが痛みの原因だったりすると、すっごく抜くの大変だと思うのね。うん。なんでそう感じたかって思うと、隣に虫歯のおじいちゃんがいて、もう本当に辛そうだったのね。麻酔打たれるのもやっぱおじいちゃん痛い、あー、先生痛いよみたいなこと言ってたから、うん、そういうのやった方がいい。ただネットで調べて書いてあったんだけどね。今は問題ないって言われてる親父も、うん。まあ、いずれね、もしかしたら悪さするかもしれないし、うん、だから全部、とりあえず僕は抜いてくるのをお勧めします。25歳以上になってから、その骨が結構硬くなってするらし、硬くなっていくらしいんですよね。はい。なんで、そこは本当にお勧めしますね、個人的に。うん。すっごく大変だから。すっごく大変だから抜いておくべき。マジで。1週間ぐらい耐えればいいから。1週間ぐらい。多分、とりあえず明日が晴れピークらしくて、3日目がピークらしくて、2日目か3日目。もうこれ以上生えてどうすんだよって話なんだけど。3日目がピークらしくて、ほんでそこからまたまたどんどん下がっていくみたいだから、うん、大丈夫だと思う。うん、意外となんとかなるって感じ。うん、食べれないし喋れないのはちょっと辛いけどね。うん、結構今滑舌よく喋ってるつもりだけど、視聴者の皆さんにはどうなってるのかなっていう感じ。うん、ですかね。はい。まあ本当に食べ物は2日目とかウィーダーだけの方がいいんだけど、僕はもう我慢できなくて、さっきセブンイレブンの冷凍のミートソーススパゲッティ食べました。はい。右側で噛むととんでもないことになりまして、左側で噛んでもね、あんまり良くなかったんで全部飲み込みました。はい。飲み込んだ方がいいですよ、マジで。全部飲み込んでやった。うん。僕の友達のトリッピーってやつもいるんだけど、あいつも全部麺類飲み込んでたから多分大丈夫だと思う。うん。てな感じで、はい、しっかりとお薬飲んでね、はい、鎮痛剤というか、そのロキソニンみたいにもらうんで、それもしっかり飲んで対策すれば大丈夫なんで、皆さんなんとなく暇だからね、 YouTuber というか、まあ動画投稿者としてこういうものをね、動画として残すのいかがお過ごしでしょうかって感じで、はい、終わりたいと思います。それでは See you next time. Bye bye.